ライアン・キース・ペリーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ポモナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。アリゾナ大学ではクローザーを務め、後に、タイガースでも同僚になるダニエル・シュレーレスと、チームメイトだった。2008年の MLB ドラフト1巡目で、デトロイト・タイガースから指名を受け、7月9日に、 契約金148万ドルで入団に合意した。この年は、ルーキー級、ガルフコーストタイガースで2試合、A 級レイクランドフライングタイガースで12試合に登板した。2009年は、それまで A 級以上での登板経験がなかったにも、かかわらず、開幕ロースター入りを果たした。4月8日のトロントブルージェイズ戦でデビューし、1回を無失点に抑えた。 6月21日、ジェレミー・ボンダーマンが DL から復帰すると、ペリーはトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ送られた。降格の直前は8イニングで8失点と調子を落としていた。7月23日にメジャーへ復帰し、最終的に53試合に登板して、防御率3.79という数字を残した。2010年は6月10日に、 右の上腕に頭筋を痛めて DL 入りしトリプル A 級トレードでのリハビリを経て7月3日に復帰した。この年は前年を上回る60試合に登板しメジャー初勝利と初セーブをマークした。脱三進率は下がったが課題だった予し休率は改善された。2011年は3年目にして自己最悪のシーズンとなった。開幕早々に 目の感染症で DL 入りすると、復帰後も調子が上がらず、序盤の13試合で、防御率12.19と苦しみ、5月28日に、オプションが行使されて、トリプル A 級トレードへ降格となった。その後も請求が安定せず、メジャーとマイナーの往復を繰り返した。終わってみれば、自己最小の登板数、自己最悪の防御率となった。 前年に改善された予死休率も以前の水準に戻り、脱産進率はさらに低下した。シーズン終了後の12月9日に、コリンバレスターとの交換で、ワシントンナショナルズに移籍した。2012年は7試合の当番に止まった。2014年7月21日にナショナルズを解雇された。二千十五年二月十七日に、 タイガースとマイナー契約を結ぶ。6月9日に解雇となる。主な球種は平均95マイルの速球とスライダー。チェンジアップは全体の3%ほどしか投げない。入団時から将来のクローザー候補として期待されてきたが、請求難が解消されず伸び悩んでいる。ありがとうございます。